KDE KDE プラズマ5 KDE プラズマ5は第5世代の KDE デスクトップ環境である。KDE プラズマ5は KDE プラズマ4の後継で2014年7月15日に最初のバージョンがリリースされた。Breeze と呼ばれる新たなデフォルトテーマが採用されデバイス間での連携の向上などが行われた。グラフィカルインターフェースはハードウェアアクセラレーションに オパングルを利用する QML に完全に移行し、性能の改善と消費電力の削減が達成された。KDE のマスコットコンキーとプラズマデスクトップ KDE プラズマ5は QT5 と KDE フレームワークス5を使用して構築されている。ヒドッピーディスプレイのサポートが改善された。統合されたグラフィカルシェルが提供されており、使用中のデバイスに合わせて、 グラフィカルシェルを変更することができる。デスクトップは o p ン n g l e s ベースのシーングラフを基盤としたハードウェアアクセラレーションに対応した新しいグラフィックススタックへの移行が行われた。KDE プラズマ5では KDE プラズマ4の Qt Quick からの移行が行われた。Qt 5の Qt Quick にはハードウェアアクセラレーションされた o p ン n g l ES のシーングラフを利用して 画面上に描画を行う。これによって描画処理を GPU に負担させることが可能となり、CPU の計算資源を解放することで電力効率が向上した。KDE プラズマ m 5は X ウィンドウシステムとウェランドを使用している。ウェランドの初期サポートはバージョン5.4から利用可能になった。基本的なウェランドの機能のサポートはバージョン5.5から対応した。 KDE ソフトウェアコンピレーションを KDE フレームワークスごと KDE プラズマごと KDE アプリケーションズに分割して以降各プロジェクトは独自の開発ペースを選択することができるようになった KDE プラズマごは3ヶ月ごとに機能の更新が行われその間にバグフィックスが行われたバージョンがリリースされるという独自のリリーススケジュールを採用しているプラズマモバイルは スマートフォン向けのモバイルオペレーティングシステムである。プラズマアクティブをタブレットにリリースする計画が失敗に終わった後にスマートフォン向けのプロジェクトとして開始された。プラズマモバイルは2015年7月25日に開催されたアッカダミーで公式に発表され、ネクサス5で動作するプロトタイプが公開された。プラズマモバイルはウェランド上で動作し、Ubuntu タッチアプリケーションや アンドロイドアプリケーションと互換性がある。プラズマモバイルは Nexus 5や Nexus 5X で動作するほか、ポストマーカトスがサポートしているデバイスでも動作する。最初の技術プレビューは2013年12月13日にリリースされた。2014年7月15日、プラズマ5.0がリリースされた。2015年には Fedora クブンツオペンスセなどで採用された。 4ヶ月ごとに機能の更新が行われ、その間にバグフィックスが行われたバージョンがリリースされる。ありがとうございます。